皆さんこんにちは、こんばんは。今日は第4回目の、コンサートでございます。今日はですね、何をお送りするかというと、2018年19年かなんかに一番歌われた曲だそうな、宇多田ヒカルさんじゃなくて一青窈さんでしたっけ、花水木を今日はお送りしたいと思います。私この曲本当にすごい好きで、昔からカラオケで覚えてる歌なんですよね。なかなか私ってカラオケでちゃんとこうなんて言うんですか、最初から最後までしっかり歌える曲があんまりないんですよ。すごく歌好きなんですけどなくて、でも一青窈さんのこの花水木だけは昔からねちゃんと歌えるんですよ。なんかすごいなって思うのがあれですよね、やっぱり小学校の時とかに歌った曲とか聴いた曲っていうのはすごい覚えてるなって思って、いやすごいなと思う次第です。はい、それでは早速ご覧いただきましょう。お聴きください、一青窈さんで花水木です。
いかがでしたでしょうか。本当にいい曲ですよね。皆様お茶とかと共にお聞きになられましたか。私今日見てください、これすごくないです。私別に顔が普通の大きさなんですけど、これこの子ねいっぱい入るんですよ。たっぷりもうないけど今日はカフェオレが入ってました。このねミニーちゃんのカップはね本当にいっぱい入るから、シスコーンとかを食べるのもいいし、コーヒーをたっぷり飲みたい日、私なんて朝コーヒー飲んでももう一杯は飲むんですね。家で練習してとか仕事の合間はこう練習したりとか家で過ごすことが多いので、なので本当に飲み物カップは本当に大事ですね。いっぱい持ってます。すごくカップ大好き人間でもね、大きいのはねあまりそこまで売ってないので、これの大きいのはなんかアメリカンのサイズとかそういうの見るといいなって思うんですよね。スタバとかでなんか買いたいな。スタバも今やってないんですかね、復活したんでしょうか。飲みたいですね。ということで今日の第4回目のコンサートはいかがでしたでしょうか。皆さん楽しんでいただけたでしょうか。さあ明日はねちょっと違う雰囲気をお届けしようと思います。まあちょっとグダグダしてるかもしれないけど、まあ面白いかなと思います。明日も楽しみにしててください。今日も最後まで見てくださり本当にありがとうございました。また明日、おやすみなさい。明日も頑張れ、私も頑張る。Thank you.